2ヶ月続いたまん延防止等重点措置が解除され、初めての夜となった昨日、久しぶりに営業を再開した県内の飲食店は多くの人でにぎわいました。静岡市の繁華街です。今日でまん延防止措置が解除となりますが、平日ということもあり、人出はあまり多くないように感じます。それでも休業していた店の多くが営業を再開し、街に少しずつ明るさが戻ってきました。静岡市にあるホルモン焼きが人気の居酒屋です。どこも行けなかったと思うんでね、もう飲みに行きたくてうずうずしたんじゃないですかね、あのお客さんも。でこっちも1ヶ月半休みのアルバイトとかもいましたからね、働きたくてうずうずしたんじゃないですかねと思いますけどね。お客さんも従業員も一緒だと思いますけど、ね、普段は仕事帰りのサラリーマンなどでにぎわっていましたが、まん延防止期間中には休業を選択していました。2ヶ月ぶりの営業は再開を待っていた多くの客でにぎわいました。やっぱり来る時とかはマスクを絶対しますし、まあ、自分が映らないようにとか、まあ、仮に映ったとしても他人に映さないようにっていう対策っていうのは、あのマンボウを開けてもやっぱりその辺は気をつけていこうかなっていうふうに思ってます。まあ、一つね、あの元気になれば周りも元気になると思うんでね、地域の活性化につながればいいかなと思ってます。県内の感染状況は依然として高いままですが、飲食店の人たちは少しでも街に活気が戻ることを望んでいます。